はい、皆さん、こんにちは。こちらの iPad 第10世代ですけども、使い始めてね、2週間経ちましたね。この黄色いやつですけども。で、まあ、その間ね、レビューを4回ぐらい上げてるんですけども、まあ、とにかくね、いろいろありましたよね。で、今日はそのいろいろあったことの、まあ、行方というかね、結末と、あとはですね、まあ、このレビュアーとして、ユーザーとして、まあ、2週間使ってみてね、まあ、どうだったかというところをですね、改めてまとめてみたいと思っています。はい、ということで、まずはね、ウェブサイトの表示不具合については、まあ一応ね、解決したという感じになるでしょうかね。で、私の場合には特定のサイトで、まあこの iPad でしか起きていないんですけども、まあただね、なんかコメント欄を見ると、同じ iPad 第10世代と、あとは iPad Air の第4世代でも起きていますなんていうね、報告があったんですけども、まあそれで先日出たソフトウェアアップデート 16.1.1 にまあ望みをかけたんですけど、結果としてはね、このようにね、同じでしたね。読み込めずにフリーズをする不具合っていうのはあったんですね。ところがね、このコメント欄でね、一つヒントをいただきまして、でこの方はね、なんか iPad Air の第5世代なんですって。で、まあ、共通点というと 10.9 インチのディスプレイっていうのがあるとは思うんですけど、ただね M1 ですからね、これでも起きるのかという、まあ、どうもサイト側の問題が起きそうです。ただうちの iPad Pro 11インチとか iPad mini で起きてないんでね。でこの方がね、試したのは、表示のパーセントをね、50とか85とか115にしたってことなんで、それでね、私もね、これ試してみたんですね。これ今の状態は 100% の状態で、フリーズはしてないんですけども、このようにね、写真が読み込んでるのに読み込めない状態みたいな感じになってたんですよね。で、まあ先ほどの iPad Air 第5世代との共通点というと、やはりね、10.9 インチじゃないですか。でもしかしたらこの画面のサイズとこのサイトの最適化とのまあ兼ね合いとかもあるのかなというところで、教えていただいたようにですね、サイトの表示をこのように 85% にしてみたんですね。それでまあリロードをねするという感じで、読み込んでみたわけですね。そしたらなんとなんと、見てください。このようにですね、もう普通にね表示できるんですね。切り替えもスムーズになりますし、白くなったりもしないんでね。であとはね、このサイズ 75% とかにもしてみたんですけど、でそれでもね、問題なくねサイトが表示されるようになったんで、結構ねタブの数もたくさん開いたんですけどね、それ以降問題が起きてないんで、まあ、このパーセント表示を変えるっていうのがまあ解決策になったみたいですね。なんでこのサイト以外でも重いサイトでなりがちという iPad 第10世代とかね iPad Air 第4世代の方はですね、このパーセント表示を変えてみると解決する可能性が高いみたいです。はい、そして Apple Pencil の再接続問題も私の場合には一応解決したということでいいのかなという感じですね。でこのようにですね、第1世代の Apple Pencil に対応していることでですね、まあ、このポートが USB-C になったんで、まあ、この別売りのアダプターを買わなきゃペアリングすらできないというね、まあ、そういった仕様自体は、まあ、基本的にはね、まあ、変化はないわけですから、まあ、これはまあちょっとねスマートさに欠けるというのはあると思います。であとはね、このケーブルがついていることで、ケーブルをつけたまんまでも使えるのかと思うと、まあ、そうでもないということでね、まあ、この基本的にはこうね外して使わないと反応しないっていうのがまあこれ残念ポイントではあるんですけど、まあこれはまあ前からそうだったんでまあしょうがないのかなというのもあるんですけども、ただね一つだけ私が困ったなと思ったのが、この何らかの理由で Bluetooth をね一旦オフにしてで再度オンにすることってまああるじゃないですか。なんか接続不具合がね、イヤホンであったりとかね。でそういう時に Apple Pencil が自動で再接続しなくて困ってたんですけどね。だから iPad とこの Pencil だけを持って出た時にはもうね Pencil これ以降使えなくなっちゃうじゃんっていう話になって、まあ、お手上げ状態になるねことがまあ予測されていた問題ですけども。でまあ、これについてはね、視聴者の方がコメント欄で教えてくださったのが、この iPhone を使うとこれライトニングじゃないですか。で私もね充電できることは知ってたんですけど、ところがねこれ自体がこう繋いだ瞬間に通電して接続が復帰するんですよね。だからまあ iPhone ユーザーだけの解決策ではありますけども、私の場合にはiPhone 持ってますからね、これでいいかなという感じには、ね、なったんですよね。それ以外も Apple Pencil ではなくても、例えばロジクールのクレヨンとかは、この Apple Pencil とペン先一緒ですからね、必要検知はないんですけども、これだったらペアリングしないでもスイッチを入れるだけで使えるようになるんで、これでいいかなというのも一つの解決策ですね。いずれにしてもね、このウェブサイトの表示の問題、相手のウェブサイトとの相性とかも当然ありますけど、ペンシル問題も含めてですね、この結構 iPad そこそこ使ってる私でも解決するのにね、10日以上かかったりしたっていうのは、ちょっとやっぱりね、問題あるかなというところでね、初めて使う方は非常に残念な気持ちになるんじゃないかと思います。いずれにしても解決策を教えていただいてありがとうございました。はい、そして他にも購入前に知っておきたいことがいくつかあったので、いい点悪い点含めてですね、共有したいと思います。で、まずはね、フロントカメラの位置ですよね。で、今回ですね、今までの iPad と違い、長い辺の方の、横向きで上のところにフロントカメラついたんで、ビデオ会議なんかでは視線が合わせやすくていいんですけども、ただですね、フロントカメラの自撮りとして使う場合にはですね、ちょっと問題がありますね。これはね、コメント欄でもね、指摘してくださる方がいらっしゃいましたけど、横向きで撮る分にはもうね、いつも通りですね、こんな感じで、自撮りをねする場合に、普通にこのね画面でシャッターをパシャッと押せばいいという、これは全く問題ないです。ところがね、この縦にした時ですね、縦にするとこのようにシャッターの位置が回転します。で、これは縦は縦でもちゃんとした縦ですね。下側を見るとこのように USB-C ポートが下側にありますからね、一応このロゴの向きと同じです。ところがね、ここでシャッターを押そうとすると指がねカメラと重なっちゃうんですね。なんで縦向きで自撮りで使おうと思うと、このように逆にして縦にしないといけないってことで、そうするとねこう回転するのでカメラと違う側にボタンがいくという、ちょっとねこれもなんかね最初初めて使った時はあれと思いますよね。はい、そしてこの USB-C ポートですけどね、充電に関しては非常に速くなって便利は便利なんですけど、ところがねこのデータの転送速度は USB2.0 並みということで、私がね SSD 外付けで計測した時には 4.96GB ぐらいのフォルダをコピー&ペーストねしたわけですけども、これがね残念ながら2分18秒とかかかっちゃいまして、他の iPad と比べてもですね、iPad mini 第6世代は26秒、iPad Pro は13秒で終わってるところを、残念ながらこんなにかかってしまいますね。ただいい点としてはチップ自体の処理はそんなに遅いわけじゃないんですね。例えば Adobe の Lightroom で4枚のローデータから JPEG 書き出しをやったところ、今回の iPad 第10世代は5秒43で終わるんですね。これは iPad Pro の2020年モデル A12Z チップのものよりも早い結果となっています。はい、そして今回一番価格の安い 64GB のストレージのものを選んでいますけども、今現在のストレージの使用済みは 51.4 となっていますね。なんでね 10GB ちょっと余裕はあるはあるんですけど、使い方としてはね、少し気を使ってやんないといけないと思うのが、やはりこうエンタメ関係の、ダウンロード視聴ですよね。ミュージックなんかもそうですし、あとはねこういった動画配信なんかでもダウンロード視聴は何本も何本もね貯めていいという感じの使い方はできないと思います。あとは iCloud 写真の方も基本的には iPad のストレージを最適化っていうのをオンにして、このローカルにね入れないような調整が必要だったりしますよね。その他ゲームについても、あんまりいろいろ入れるとゲーム自体ってアプリが重いですからね、それも気を使いながらの使い方にはなるんじゃないかと思います。はい、そしてあとはフルラミネーション非搭載のディスプレイの話ですけども、で私はねその後ガラスフィルムをね貼ってみたんですね。これ2マスのやつですけど、でガラスフィルム貼ると保護はねするんですけど、やっぱちょっとね厚みっていうのは増すんでね、このフルラミネーションではない少し奥まったディスプレイにはですね、この画面の実際の位置との距離っていうのはガラスだと拍車をかけちゃうんで、今後ちょっとね樹脂フィルムに貼り替えようかななんていうふうには思ってますね。ただねディスプレイとしては非常に美しいディスプレイで、この Apple Pencil を使う時にはちょっとねガラス貼ってても貼ってなくても書くのに慣れが必要は必要なんですけども、ただね、この例えば動画配信なんかをね見て、ドラマとかね映画とか見るには結構ね美しいディスプレイで、私はねこのエンタメ用途では必要十分な美しいディスプレイだと思うんですよね。まあ、加えてスピーカーの方も横向きの左右振り分けのステレオに変わりましたからね。でまあ、これについてもね、横向きの2スピーカーの iPad Air とか iPad mini と、まあ、遜色ない音が出てるのかなという感じで、まあ、空間オーディオを含めてしっかり聞きたい時には、まあ、イヤホンヘッドホンを使うっていうのも選択肢なのかななんていうふうにはね思いましたけどね。まあそんなんで、まあ、問題も解決しつつあり、 iPad 自体はね割り切ったらそんなに悪いもんでもなくてですね、まあ、日常用途として使うにはですね、まあ、各種ブラウジングからメールメッセージ、そしてエンタメ用途なんかにはね必要十分で快適な iPad なんじゃないかと思うんですよね。ただ純正のねあれはどうなのよっていうのは、まあ正直思います。これ、まあ、貸し出し機なんかをねレビューされてる方はこれね試すことができたのでいいのかもしれないですけど、実際買うとしたら 38,800 円ですよ。これエントリーの位置づけの iPad のキーボードが 38,800 円って、まあキーボード部分が外せるとかね新しい構造とか、まああるんですけども、それにしたってこの値段はバカバカしくて買う気にはなんないですよね。まあ、このミスマッチ感っていうのはちょっとねどうなのかなと思います。でやっぱりね製品の評価って最終的には価格も込みですからね、やはりネックは価格なんじゃないかと思います。これ何度もお見せしている iPad ファミリーの価格表になりますけどね、まあ、68,800 円ですね。 256GB だと 92,800 円で、まあ、米国ではね iPad 第9世代が$329のところ今回$120上がって$449だったんですよね。まあ、日本ではね円安の影響もあり、それがさらに加速して、まあ、19,000円高くなってしまっています。でこの iPad 第10世代2週間使って感じたことですけどもね、で1つ目はね、現行ラインナップでは最も安い全画面機種となっているってことは、まあ、事実なんですよね。なんでねこれ価格面が維持できて第9世代と入れ替えだったら、まあ、すんなりハマった機種には感じるんですよね。まあ、これ第9世代残しちゃったことで、まあ、さらにちょっと、混乱を生んでいるような気もいたします。まあ、ただね物価高の米国感覚ではもしかしたら$120の値上げっていうのは許容範囲なのかもしれないですよね。まあ、日本ではね不運も重なって円安とダブルで値上げ感があって、まあ、価格面が厳しく感じるっていうのはあると思います。そういうのもあってか整備済み製品とか旧モデルと比較になりがちではありますよね。あとはペンシルに関してはね教育機関への配慮っていうのもあったのかもしれないし、まあ、あとはそこに EU の法案が合わさっちゃった感じで、まあ、EU の法案の期限はまだ先なんですけどね、ちょっとまあその辺も影響したのかもしれません。で個人的にねこういうものでも良かったんじゃないかって思うのは、1つ目はね iPad Air 第4世代のまんまで値下げ版を出すってことでしたけども、ただね米国でも$599だったんでこれ以上安くできるのかという部分はありますよね。あと iPad mini の大きい版なんかも、まあ、ミニ自体が上位なんでね、まあ、大きくして安くは無理だったかもしれません。まあそうなるとね、アルミ以外の選択肢っていうのも、まあ、ガーマン記者がね、社内では検討していたらしいなんて話も出していましたけど、まあそういうのも選択肢だなと思ったり、また$449、まあ、ドル円が170円時代だったら49,800円にできないこともなかったかななんて思ったりはしますよね。まあそれで買い替えメリットのありそうなユーザーについては iPad 第6第7第8第9世代あたりの方とかですね、あとは iPad Air 第3世代からはあんのかなと思いますが、ただ2018年の iPad Pro とかですね iPad Air の第4世代からは全くないような気がしますね。で最後私自身がこの iPad 第10世代、まあ、この自分が使うものの中にね、組み込めるかどうかという話ですけどね、まあ、なんか日常用途としてはですね、Apple Pencil 以外のもので言ったらもう十分使えるなという感触をね、まあ、いろんなこと解決したんで得たんですけど、でそれで、切り回しとかね持ち歩きについては、まあ、この iPad mini 第6世代を使うという感じになりますかね。でそうするとねこの iPad Pro の11インチっていうのがあって、まあ、これとまあ大きさ自体はかぶってしまうという、ね、のがあるんで、まあ、そうするとね、これ2つ持ってても、まあ、あんまり正直意味がなくなってくる感じもあって、だったらこの11インチの M1 の iPad Pro を M2 の 12.9 インチの iPad Pro に変えちゃうのもありかななんていうふうにね思ったりはしたんですよね。まあ、ただ iPad を今まで使ってきて、まあ、2台でもね、フルで使い切るって感じもないんでね、まあ、3台になっちゃうと、まあ、よりねちょっと使わない iPad が出てきたりしてもったいない感じになる可能性もありますよね。まあ、ただ 12.9 インチであればよりクリエーションにちょっと力を入れるという選択肢もあるんでね、まあ、なんかそれもちょっと、検討してもいいのかななんて思ったりはしましたけど、まあ、つくづくねこれ価格がね本当5万円以下だったら結構ね評価されてもいい iPad だった可能性もあるんですけどね、まあ、そのあたりちょっとね残念感の伴う、まあ、不運な iPad となっている感じはしますかね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。